私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまると暮らしている平凡な兼業主婦だよ。今日は公民館を借りて子供会の話し合いといっても、みんなでお菓子とかを持ち寄ってフランクな感じなんだ。私は今回個包装のクッキーを持って行ったんだけど、お手洗いに行って戻ってきたら50個以上がなくなってたんだよね。ディナさん、どこに行ったの？キャハー、あたし用事があるの思い出しちゃって。それとお菓子をごっそり持ち帰ったのは関係ないよね。え、何のことですか？私がお手洗いに行ってる間に菓子本を自分のバッグにひっくり返して、みんなが持ってきたお菓子盗んだでしょ。早く返しなさい。え、盗んだとかひどくないですか？だってみんなお菓子持ち寄ってるんでしょ。これ食べてもいいやつなんでしょ？食べてもいいやつだけど常識の範囲内でしょ。全員分をごそっと持って帰る人間がどこにいるの？えへへ、ここにいます。えへへじゃねえんだよ。えへへじゃ、リナさん私の年上なんだからさ、しっかりしてよ。てか早く戻ってきて。でも私用事があるんだもの。さっきまで今日の話し合い頑張るとか言ってたじゃん。みんながお菓子出した瞬間にこれかよ。だって、ああ、水木さんがいないからチャンスだと思ったのに。今日の話し合いに来てるの気の弱いママさんばかりだもんね。ねえクッキー、あたし一人で50枚食べたいんだけど。ねえ、いいでしょ、みんなにはあたしが強引に説得するから。嫌だよ、リナさんだけに食べられるために持ってきたわけじゃないの。そんな、誰が食べたって一緒じゃん。一緒じゃないから。あのね、いい加減にしてくれる？食い意地汚いってレベルじゃないんだけど。そりゃ水木さんはいい会社で働いてるんでしょ。でもこっちは立ち仕事なの、お腹がすくの。いいからとっとと持ってきな。あー、もう。みんなのお菓子を奪っていったのはリナさんというママさん。まあめちゃくちゃ食い意地が張ってるんだよ。食べ物に対する執着ってなかなか怖いものがあるよね。食べ物を見た瞬間にスイッチが入っちゃうみたい。私もリナさんが今日来るって分かっていたらクッキーなんて持っていかなかったよ。ちなみに以前本当にカウンセリングに行ったことがあるらしいんだけど、でも病気とかではなく、ただ食い意地が張ってるだけだって言われたってさ。家でも旦那さんやお子さんのものを勝手に食べちゃうらしく、ご家族もぐったりしていて、まったく困った人だね。翌日。ねえ水木さん、お祝いするんでしょ？しないよ。またまた、なんかお友達のお祝いするとかなんとか言ってたじゃん。何の話？しらばっくれても無駄。今話題になってる店に予約したんでしょ？ああ、確かに予約したけど。創作料理ってあたし食べてみたかったんだね。だからお裾分けしてくれるよね？頭いかれてる？わかる、私イカ大好き。じゃあね。マジで頭大丈夫か。1時間後。お祝いで予約した食事会先回りしてるよ。肉めっちゃうますぎる。幸せのお裾分けサンキューだよ。10万のステーキ最高。いや、そこキャンセルしてるけど。え？確かに友人の昇進祝いで3家族で食事することになってたけどさ、そこの店先日オーナーが変わったんだよ。そうなの？そう、知らないで予約しちゃったけど、かなり評判悪いみたいでね。それでもうとっくに予約はキャンセルしてるの。水木さんにおごってもらうつもりだったのに、なんでキャンセルなんてしちゃうのよ。おごるわけねえだろ、ふざけんなっての。だってだって。いやさ、ステーキ10万円だよ。前は高いステーキで3000円くらいの店だったのに、そんなに値上げするなんてどう考えてもおかしいじゃん。確かに今食べてるけど全部まずい。なんかチャーハン出てきたけど、これ冷凍チャーハンだよ。今ホームページのメニュー見てるけど、そのチャーハン3万円だって。え、なにそれ、おかしいよね。おかしいでしょ、だから行くのやめたの。しかも口コミ見たら店汚くなってるし、そこの店キッチン見えるよね。金髪の男の人がレンチンしてる。あ、なんか吸い出した、煙出てんだけど。どうもどっかの会社のドラ息子らしいよ。そこの店を気に入ってパパだかママだかに買わせたんだって。
前のオーナーさんは本当に災難だったよ。ま、私らはそっちの店で楽しくやるから、じゃあね。ま、待ってよ、支払いはどうするのよ。払ってもらえると思ってたの？だってとりあえず一緒にいればなんとか払えると思ってたのに。金髪プリン頭のドラ息子が作る料理というかゴミはリナさんのお腹を直撃したみたい。食事中にお腹が痛くなったとかで救急車に運ばれたらしいよ。冷凍食品が100点だとしたらマイナス1億点くらいの料理だって。新しい口コミに書いてあったけど、なんか半生とか腐りかけの食材も使ってたみたい。想像するだけで気持ち悪くなりそうだわ。前オーナーは隣町にお店を開いたんだけど、以前よりも立地が良くなり売り上げも増えているんだってさ。いやー、よかったよかった、私たちのお祝いも無事にできたしね。え、リナさん？それがね、私のコンサート、私のサッカー。旦那さんから聞いたよ、なんか結構いいチケット持ってたんだって。まさか1週間以上入院することになるなんて。入院中の食事美味しくないし、お菓子食べたい。あんたも懲りない人だね。だって水木さんが悪いでしょ、おごってくれないから。私がおごってたら食中毒にはならなかったって言いたいの？いやそういうことじゃないけど。リナさんが言ってるのはそういうことなんだけど、そもそもなんでそんなに食い意地汚いわけ？失礼なこと言わないでよ。そんなこと言うのはこの辺りの人だけだよ。だって私田舎出身だけどさ、食べ物はみんなで共有みたいなところあったし。それはリナさんの地元ではそうだったのかもしれないけどさ、この辺りじゃ違うんだからマナーくらい守りなよ。ひどい、私悪気ないのに。じゃあ私も悪気ないからリナさんの家ぶっ壊していいのかな。そういえばリナさんって電動自転車使ってるよね。全く悪気ないからぶっ壊していい？そんなの悪気ありありじゃん。いや、ストレス溜まってるからぶっ壊したいってだけなんだけど。なんで私を巻き込むのよ。それ私たちのセリフね。え、リナさんの育ちの問題に私たちを巻き込まないで。動物だってしつければ他の子の食べ物を食べちゃいけないってわかるんだよ。あんた人の親なのに。だってまあいいや、もうリナさんを誘おうなんてママさんこの辺りにはいないし、こうやってお腹壊してコンサートに行けなくなったり、結局はリナさんが一番損してるもんね。それは言わないで。ふっくらで肌べったりなリナさんとは対照的にガリガリな旦那さんが子供会に謝りに来たよ。本来であればちゃんと奥さんを叱ってくださいと私たちも怒りたいところなんだけど、みんな同情しちゃった。そのくらい旦那さんげっそりしてるんだもの。リナさんはもともと人の食べ物を食べちゃうところがあったんだけど、お子さんが成長期に入ってよく食べるようになってからリナさんも触発されたのか、食べる量がすごく増えたんだって。お子さんと食べ物をめぐって喧嘩したりもするし、どんどんエスカレートしてきてるって話だよ。こりゃ大変だね。でも旦那さんはついに愛想を尽かしたって話だよ。水木さん、お願いだからお菓子買ってきて。は？売店あるでしょ、自分で行きなよ。だって私の持ってきたお金全部使い切っちゃったの。旦那に持ってきてって言ったのに持ってきてくれないし、食事が出るんだからそれで我慢しろって、ひどすぎる。そもそも食中毒で入院したんでしょ、それでお菓子持ってこいって何考えてるの。食中毒はもういいの、良くなったの。じゃあなんで入院してるの。それがまだお金あった時にこっそり売店に行こうとして、それで階段から足踏み外して骨折したのよ。しかもかなり転げ落ちたからひどくて、最低でも1ヶ月以上は入院になるって言われたの。リナさんって食い意地の汚さでめっちゃ不幸になってるよね。え、だって食事会に先回りしようとして食中毒になったでしょ。でかなりいい席のコンサートとかスポーツの試合も行けなくて、売店にお菓子とかを買いに行こうとして階段から転げ落ちて、なんか食い意地の汚さが関係してるじゃん。そういえば旦那が半年くらい前からもう諦めたって怒らなくなったの。その時にお前のこと呪ってやりたいくらいだって言ってて、何こいつって思ってシカトしてたんだけど。あら、
旦那さんのその恨みの感情が働いてるのかもね。よく言うでしょ、食べ物の恨みは怖いってさ。そんな、でも私はただ食べたいだけというか。食べたいという気持ちはみんなあるよ。でも旦那さんやお子さんのお皿にも手を伸ばしてたんでしょ。旦那さんが隠れて食べようとしたら追いかけてくるし、それで外でも食べられなくなったって言ってたよ。あいつは胃袋が弱いのよ。あら、いいの？何が？旦那さんのことを悪く言うとますます呪われちゃうかもね。今度は食べられない人生になるかもよ。そんなの嫌。その後、リナさんの入院中に両家親族が集まり離婚の準備。ご両親曰く、リナさんはもともと超負けず嫌いなんだけど、勉強も運動も今一つだったんだって。結果、お姉さんや弟さんたちと食べ物で争うようになり、一番食べられる自分が偉いみたいになっていた過去があったらしいよ。大人になってから落ち着いたと思っていたみたいだけど、そりゃ大人になったから自動的に、はい、治りましたってことはないよね。その後は離婚になったものの、ご両親も縁切り状態。レストランで働いていたけど、食材とかを勝手に食べちゃってクビに。この間はとあるお店の裏側でホームレスと揉めていたよ。ホームレス用に余った食材でお弁当を作ってくれているお店なんだけど、リナさんそれを見て全部持ち帰ろうとしたみたい。その時に転んでまた入院したらしいけど、何やってんだか。さて、ニャニャマルもご飯にしようね。うちのニャニャマルは高齢ということもあって、むしろなかなか量が食べられなくて悩みどころだよ。いろいろなご飯を試したり、毎日工夫してるんだ。大変なこともあるけど、ニャニャマルがご飯を完食してくれるともう超ハッピーな気持ちになるんだよね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。